モナコを拠点とする新チームが F1 参戦を計画。ドメニカリ CEO は約210億円の参入料を免除する可能性も。 F1 の CEO を務めるステファノ・ドメニカリは最近のコメントの中で、サルバトーレ・ガンドルフォにより設立されたマネージメント会社 MIM が指揮を取り、モナコ F1 レーシングチームが将来グリッドに立つことを目指していると明かした。 MIM のプロジェクトはこれが2回目となる。声明の中で MIM は、現在のモナコ F1 レーシングプロジェクトは当初2021年に導入予定であった新しいテクニカルレギュレーション施行の可能性により、2019年という早い段階から始まった FIA と参入の可能性について議論を積極的に進めており、徐々に体制を整える予定だと述べた。我々は F1 の新 CEO であるステファノ・ドメニカリの最近の声明で、新規参入チームに対する2億ドルの参入料が免除される可能性について示唆されたことが正しい方向への一歩を表していると信じている。これちょいちょい出てくる、なんかカンポスさん系の話なんでしょ。カンポスさん亡くなっちゃいましたけどね。カンポスさんそんな力あるんですかね、 F1 チームモナコでなんか率いて。どうなんだろう。よくなんか中国資本のチームがみたいな、うん、パンテーラでしたっけ。ああ、あったね、うん、何回かちょいちょい出ては消えるみたいな、うんうん、まあそういうのの一つなんじゃないですか。というか、そもそもなんかそんなモナコに拠点を置いて F1 チームできるのかっていう気もするし、うん、まあ拠点って言ってもファクトリーとか置くんじゃないんでしょうけど、お金集めた人たちがモナコの拠点っていうだけなんでしょうけど、うんうん、でもなんかそんな、お金あるんだったら200億円の供託金別にどっちでもよくないですかね。そうだよね。それがなくならないと参戦できないみたいなことを言ってるってことはだいぶお金ない、うん、なんか記事によるとこの MIM のジュニアチームってことになってるよ、カンポス。 MIM ってなんか、まさかいきなりマーシャルカーに引かれるとは。まあそっちの匂いもするけどね。の略。モナコ、インシモナコでいきなりマーシャルカー、インシュランスマネージメント。モナコでもぶつけられてましたよ、マーシャルカーに。ひっくり返ってました、車が。まあちょいちょい出てきてたよね。まあただね、ちょっとカンポスさんお亡くなりになっちゃったし、どっからまた降って湧いてきた話かあれだけど、まあでもこの時期だけ出てくる話だよね。まあわかんないんですけど、その、まあ、ステファノ・ドメニカリが、うん、もうこの間ちょっとインタビューした中で、うん、まあ、今こう小出しに出てるじゃないですか、いっぱいいろんな小ネタが、うんうんうん、その中の一つの小ネタの一つなんですけど、ああそういうことね、まあ、多分こういう話がないこともないこともないこともないんでしょうけれど、うん、多分ドメニカリとしてはこれをきっかけで、うん、あじゃあうちも F1 やろうかなとか、うん、あ何供託金いらないの、いきなりその運営費だけ集めればできんのっていう、うんうん、ところが、まあ、出てきたら、まあ、嬉しいじゃないですか。ああ、そういうことね。そういう意味でちょっとこう吹いてんじゃないかなって気がしないでもないですけどね。ああなるほどね、まあ、今ねどっかのチーム買ってっていうのも、うん、例えばアストンマーティンはねレーシングポイント買って参入してきましたけど、うんまあ、なかなかその買えそうなチームもないじゃないですか今、うん、ウィリアムズもその株式としては売られてるけど、うん、じゃあ新しい誰か F1 チームやりたいぞって言ってる人が買えるかっていうと、まあそうおいそれと変える状態じゃないんで、そういう意味で新しいチームとして参戦するのが、まあ、そんなに難しくないよ、もしくは難しくなくするよっていうなんか意思表示のような気がしますけどね。もちろん参戦チームが増えて参戦台数がフルグリッド26台まで OK なわけですから、うん、増えてくれると嬉しいですけど、うんまあ、でもどうなんですかね。ちょっと本当にその参入に必要な200億円の供託金が免除されないと参戦できないぐらいのチームって厳しくないですか、いずれにしても。ああそういうこと、うん、まあまあ年間最大で170億だっけ、175億円ぐらいですね。でまあ当然プラスアルファかかるわけよね、うん、車の開発のところがその金額で、それ以外の PR 費だなんだっていうとやっぱり、まあ、年間200と考えて、でそれで1年分じゃちょっと無理ですからね。最初にチームファクトリーが必要だったり人集めたりで結構ドカッと先行投資必要じゃないですか。でそれで まさか1年分の運営費だけじゃないでしょうから、例えば3年でも600億、600億、うん、
5年でいうともう1000億ないとダメだわけじゃないですか、ね、うん、プラス最初の初期投資費でしょ、うん、そこで200の供託金がなくて、あ、それだったら参戦しますっていう人はだいぶカツカツで参戦してきてないですか。そ、あ、そうだね、やっぱりちょっと、まあ、やっぱりお金かかるね。だから逆に言うと、そのハースみたいに別にむちゃくちゃお金かけてるわけじゃないけど、うん、でもコンスタントに継続的にお金を払う意思はしっかりあるわけじゃないですか。 それだけの資金的なバックもあるし、うんうん、だからああいうチームじゃないと多分 F1 でずっと続けていけないし、うん、あの何年かしたところでお金がなくなってもう自転車操業になってくると、うん、もうやっぱ成績はどん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 下がってきて、うん、もう F1 と言えないみたいな、ね、GP2 より遅いんじゃねみたいになっちゃうじゃないですか、うん、もうそれこそ最後のケータハムとかマルシアみたいな、うん、スペアパーツもないみたいな、はいはい、そういうレベルで F1 走ってほしくないんですよね、うん、いくら台数増えるのはいいこと、チームが増えるのはいいことだけど、やっぱりあまりに F1 ってこれ呼べないんじゃないぐらいの車だとなんかちょっと F1 の品位が下がっちゃうから、うん、っていうか、まあケータハムとかマルシアとかやっぱり現場で僕ら見てたから、うん、そこで乗ってる人とか、ね、うん、チームでやってる人たちも見てるから、うん、だって折れたアームにテープ巻いてたし、テープじゃないんですけど、まあ現場でカーボンのプリプレグ巻いて補修したりとか、うん、もうあの距離走ると折れる可能性あるから走らないみたいな、うん、ちょっと、うん、きついですよね、うん、そういう新しいチーム必要かなっていう、まあ、それでもチームあった方がいいっていう人もいるだろうけど、まあ、でもそうなると結局参入するためには B チームになるのが一番確実になるよね、うん、ごそっともらって、うん、スタッフももらって、うん、じゃあうちはここの予算で全ての予算をここの開発に使いますんでっていう、その例のね、その人をうまく資材とお金をうまく回して総合力を上げていくっていう方法になっていっちゃうけど、でもそういうのがまたいっぱい増えてくるとまたいろんな、ね、規制がかかって、うん、結局立ち行かなくなっちゃうから、やっぱり純粋にまずは自力で、うん、頑張れるっていう、今のパワーエニットがね、そもそも自動車メーカーっていうか、うん、メーカー系チーム今3つしかなくなっちゃうわけですから、うん、ホンダさんいなくなると、うん、そのうちのどっかとはちゃんといいお付き合いをしないと、うん、やっぱり F1 で戦っていけなくなるし、うん、まあ、ってなるともうパワーユニットだけじゃなくてそれ以外の総合的な技術提携って形でいろいろもらうっていうのが、まあ、前提になってくるんで、うんうん、その辺のその立ち回りとか交渉もちゃんとできる人じゃないと多分 F1 の村の中でいずれ多分やっていけなくなっちゃうんですね。ああ、そういうことね。純粋にレーシングチームとしてうちはやるんだって、うん、全部自力で作るんだって言ったってパワーユニット絶対自力で作れないですからね。確かに確かに、まあ、全然話がずれちゃいましたけど、うん、そのモナコインクリースマネージメントっていうところが、まあ、どれぐらい具体的な、ね、うん、あの状況にあるのか分かんないですけど、うん、もちろん F1 側としてステファノ・ドメニカリ自身がこういう組織があるよって言ってるぐらいだから、ドメニカリとしてもやっぱり新しいチームに入ってきてほしいっていう気持ちはあるわけですよね、はいはい、うん、まあ、特に2022年からレギュレーション新しくなるから、うん、まあ、なんか本気度合いを見る、ちょっとまあジャブ的にちょっと、まあ、直接話す段階じゃないけど、うん、まあ、ちょっと供託金の話を投げてみて、それがメディアを通じて、まあ、彼らの耳に入った時にどういう反応してくるのかっていうのもちょっとあったのかもしれないね。急ぎ込んで、ね、何参戦したいのっていうのはちょっとまた違うんだろうからね、うん、まあ、これがまたね、オフシーズンだけの話でちょっと終わらないようにね、モナコの皆さんね、頑張ってくださいというニュースでございました。はい。